大丸山古墳は、山梨県甲府市下曽根にある古墳。形状は、前方後円墳、東山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている、山梨県最古級の前方後円墳とされる、海長静河古墳、丸山塚古墳などとともに、東山古墳群の中核をなす。曽根丘陵園境外丸山古墳は、中央の丘陵町部に所在する。 大丸山古墳所在する甲府重曽根は甲府盆地南東園に位置する甲府盆地南端の笛吹川左岸に伸びる曽根丘陵上東山北東六の尾根安部に立地する標高は310メートル曽根丘陵一帯は大型古墳が濃密に分布する地域である川戸時炭港夕柄鉄府東京国立博物館展示1920年に 地元民により発見される全長99メートル、公園部計49メートル。主軸は東西方向で前方は西向き。戦後の1970年に中道調子編纂に際して調査が行われ、1976年には山梨県教育委員会による噴球測量が行われた。噴球は自然地形の上に造成され、東西方向の主軸と並行する 主体部は上下2段の構成で長さ2.2メートル、幅0.8メートル。組合式石棺の外石上に割りんし小口積みで縦穴式石室が構築された得意な形態であり、京都府向こう市向こうの妙法山古墳との類似が指摘されている。細部の調査は行われておらず、墳球上の埴輪や吹石は確認されていない。石棺内部は種塗りされ、 成人男女2体の意外と共に服装品などの出土遺物が見られる。石室下段からは、岐阜県岐阜市の内越古墳と静岡県岩田市の寺谷町静河古墳と同伴関係を持つ三角縁日月名十分体、三上三重鏡、環状入新重鏡、変形重軽鏡、八金鏡が、石管内からは全体が磨かれた。 加工岩性で表面に種が付着した石枕や管玉などが発見された。他、濃厚ぐるでは、上段の縦穴式石室内からはトライ系工人の作と考えられている細工が施された、鉄製柄付け調な木質跡や布が付着した跡が見られる、短冊系鉄布、有体系鉄布、25点のカンナ、のみ、ノコギリ、トース、木質跡のある、鉄釜が、 武器類では、鉄拳、鉄塔、炭鉱が出土している。大丸山古墳から出土した炭鉱は、縦萩高戸地炭鉱と呼ばれる17枚の鉄板が閉じられた鉄製炭鉱で、大丸山古墳以外では、大阪府の四金山古墳、岡山県の奥の全1号墳からの出土事例が知られる。出土遺物の多くは、東京国立博物館に所蔵されている。築造時期については、 会長静か古墳との前後関係をめぐる議論があり、4世紀半ばから5世紀前半まで幅があったが、現在では、秒止目の長名や炭鉱の様式から大丸山古墳が先行すると考えられている。東山地域には、弥生時代後期後半から古墳時代前期前半にかけて、方形集公墓が築かれた上の大来石があり、甲府盆地において安定した。 生産力を得られる地域であったと考えられている。甲府盆地では、富士山勢力を経て、機内の影響を受けた古墳文化が流入し、大丸山古墳東側の米倉山には、山梨県内初の古墳で、唯一の前方後方墳である小平沢古墳が、築造され、伝統的な方形集公墓の分布する地域へも、古墳がもたらされた。小平沢古墳以後に、 前方後円墳である大丸山古墳が出現するため、この頃には甲府盆地も機内で成立した山東家にへ組み込まれていったと考えられている。また、支書においても国造本義で慶光天皇の時代に海の国造が設置されたと伝わる。以後、東山地域には機内色の強い海鳥静河古墳が出現する。また、東側には大丸山古墳と 同時期の法形州公募が見られる東三北遺跡があり、両者の政治的関係が問題とされている。ありがとうございます。